T シャツ企画結果発表。イエーイ。はい、やってまいりました。さあ、詳しいお話はダースさんよろしく。はい、あっぱれやってます、ちょこっとやってます、俺たちやってマンデー、あっぱれ稲見、一名様やってますなど、夜の人気番組で行っていたスペシャルウィーク T シャツプレゼント企画の結果が発表されました。うん、もう他の番組を聞いてる方は知ってる方もいるかもしれませんが、皆さんも結果は知ってますか？なんとなく、大阪には、なんとなく、うんうん、はい、まあまあ1位じゃないの分かってるし、ね、ビリでもないの分かってるから、うん、ああそうですね。じゃあまずは俺たちやってマンデーだけの結果を振り返りますよ。はい、葵さんが一番多くて174,492、須田が4,504、で渡辺マイプーさんが1565、坪倉さんが1073、久松いくみんが332、クロちゃんが69。すごいじゃないよ。すごいから。私落ち込んでるんですよ、これだから、ね。どうでも高めようと。高めようじゃないよ。なんで最下位の前にちょっと一回そのワンクッション入れるの。クロちゃんが最下位ね。そう、ここの番組では現状、まあ、ね、そんな感じ。うん、でも全体、番組全体でのランキングも出てますので、うん、今日はその最終結果のトップの、うん、トップ3を発表いたします。はい。トップ3。お願いします。じゃあ、3からいこうかな。はい。3が、欅坂46の羽生瑞穂さん。83,847。すごい、すごいですね。でも、翔太くんと10万近く差あんだね。そうですね。すごいね。で、2位が、うん、蒼井翔太さん。なんで？負けたの？ 174,492 ありましたが、2位？それより上ってすごくないですか？1位は、NMB48 の山本彩香ちゃん。あ、ね、すごい。で、これがなかなか接戦なのかな。189,484。でも1万近く、ね、1万5000違う。違いますね。違うから、やっぱ圧倒的。いや、すげえ、さやね。すごいっすよね。ね、恐ろしい。びっくり。これ、翔太くん。はい。罰ゲームじゃない？なぜ？なぜ？順位下がったから。え、分かりみがない。全然分かりみがない。分かりみがない。ね、圧勝説あったのに。うん、そうです。絶対勝てるみたいな顔してたよね。はい、もう本当にもう本当に揚げぽよでしたけどもね。揚げぽよ。本当に完もう圧倒的感謝だったんですけど。いえ、さやねすごいね。すごいね。そう、なんか本気出すって言ってましたもんね、なんか。うん、ちょっとこんな感じですけども。最下位がね。わあ、そっか。それ知りたいですね。知っとかないといけないと思うんで。発表します。誰だろう、誰だろう。最下位は29位ですね。29位は、クロちゃんです。クロちゃん、なんで？いや、もっと下いるでしょ、だって。いや、ないです。一番下に書いてある。ほんとだ。その、前が、その1個目が、甘子インターの渚さん。あ、そうなんですね。75、意外ですね。嘘でしょ？あ、でもちょっと惜しかったですね。いやー、これはきついよ、クロちゃん。ちょっと待って、なんなんこれ。やばいじゃん。あ、でもなんか、全部を含めて、はい、半分ぐらい、この、あっぱれやってますのメンバーが、1位から29位の、半分に分けて上に入ってます。ほとんどそうそう、坪倉さんでしょ、マイプーでしょ、ダンスさんでしょって僕が、まあ、15位以内に入ってるんで。じゃあ、イクミンとクロちゃんが足引っ張ってんだよ。言わないでくださいよ。これで言うとだって、イクミンがこれはやばいよ。いや、そう、だって私、河本さん、ドランクドラゴン鈴木さん、アンガールズ田中さんに負けてるんですよ。そうだね。ちょっとそれがショック。うわぁ。ねえ。もっと期待してもよかったのに。どうしたん、イクミン。どうしたんだろう。前回はどれぐらいだったんですか？前回はでも言っても500なんとかです。うわぁ。人気ないんだ。違います、違います。いや。かわいそう。だってさ。このね、ファンの人は私のアイテム欲しくないですかね。いやいや。だってさ、系統としては、加計美也子ちゃんと一緒でしょ、だって。そうですね。やっぱグラビアでさ、女優もやりつつというところで、1400いってもんね、加計ちゃんは。で、マイプンはもっと上だもんね、1560。いや、300はちょっとね。いや、私よりやっぱここはクロちゃんの話しますもう傷つけないでください。自分のこと守りたいからって、俺全部やるんじゃないよ。じゃあ、とりあえずクロちゃん。クロちゃんが風当たり強いのはちょっと納得いかないですよ。いや、これなんだ、ちょっと。ですね、最下位の人は何があるか覚えてますか？
罰ゲームがあるんですよ。そうそう。罰ゲームって何？コーズピーから。コーズピーからね。はい、手紙届いてますよ。手紙？時期的に？怖い。手紙とか、コーズさんからお手紙なんてそうもらえないですよ。そうですよ。行きます。読みます。わかんない。手紙なの本当に。ラブレターじゃないの？いきますよ。はい、ごめんなさい。コーズだよ。T シャツプレゼントの罰ゲームを発表するよ。うん。なんでようなの？罰ゲームは。はい。何？番組クビだよ。嘘でしょ？嘘でしょ？マジで？え？ちょっとだったらちょっと違うじゃない？嘘でしょ？嘘でしょ？バイバイじゃない？いや早い早い早い。続きがあります。読みますね。続きある。ただいきなりクビは大変だから、うん、8月中番組の AD をやってもらうよ。おもちろん1ヶ月はスタジオに来てくれよ。ただしはいしか言っちゃダメだよ。よろしくね。1ヶ月間の頑張りで9月復帰にするか考えるから頑張って AD 作業してくれよ。マジなやつだ。罰ゲームガチ。いや待って AD もしたことないし。クロちゃん、うん、はいしか言っちゃダメだよって書いてありますよ。今から今からだ。8月から練習しときます。今からいや今からいやそれか嫌だったらもうやめればいいんだ。いややめればいいんだよ。いや待って、坪倉さん、再会争いしそうな2人だったじゃないですか。いや、全然。なんでそんなに。1073ですから、俺。いや、アマちゃん効果でしょ、どう考えても。ねえ、ほんとそう。いいじゃん。それ持ってたんだから。悔しい。持ってりゃよかったじゃん、アマちゃんの T シャツ。いや、でも、いや、私、危な。危な、びっくりした、これ。いや、これ、ちょっと、クロちゃん、8月から、じゃあ、スタジオ入れないってことね。来月から。そういうこと入れるけど、中に入る。はいしか言っちゃいけないんだ。うわ、今は大丈夫だよ。今は大丈夫です。いや、わかんないわかんない。ちょっと待って。で、はいとかしか言って、はいしか言っちゃいけなくて、うん、AD の作業をする、うん、うん。いつもやってくださってるみたいな感じかな。うんうん、何してんの？見てないよ、全然。こういう、はい、プリントアウトして持ってくるとか。うんはいうん、OL みたいな感じですか、うん、あそうということでここでですね、うん、あのクロちゃんに何をしてもらうか私たちが考えていいんですって。AD として何をしてほしいか考えていいってどういうこと、まずやっぱ飲み物を全部用意してる。あ欲しい。確かに冷たいのね。あとなんかちょっとつまむあんまり音が鳴らないぐらいのつまむもの。めちゃ欲しい。確かにかつまむものって別にだってあのラジオやりながら別に食べないでしょ。いやいや食べたい時もある。食べたい。いや今までなかったじゃんそんな。いやでもそこまでしてくれたらこの AD さんすごいなって思う。確かに、うん、この AD さんすごいなって思うんでしょ。なんかせんべいとかボリボリするのはダメだよ。うそうですよそうですよ。リスナーの方も気になるからナッツとかはダメ、はい、いやだから食べながらするんですか。今までじゃ食べながらしないじゃん。いや本番前とかに食べた方がテンション上がるし、うんうんうんフカヒレとか食べたらテンション上がるじゃん。確かに。小籠包も食べたいな。小籠包で匂いが出るからダメですよ。え、待ってよ。じゃ空気清浄機持ってきてよ。うん、そういうなんかね、匂いのことも考えて、うん。私喉弱いし、なんか湿気とかもしっかりして、なんかしっかりして。そうね。とかも女優さんだからさ、喉とかの、ね。喉そうですね。加湿器欲しい。待って、え、このタイミングでみんな僕を見る目が全然変わってんだけど。喋り方も。そうですか、うん、AD さんだから AD さん演じ新人 AD だから新人じゃはい、うん、あいや前回も言ったけど数字は卑猥だしうん、でっかい、でそう、うん、この数字を取っちゃったっていうのがまた、うん、ちょっとえなんか反省心とかないんですか。反省心確かにイクミンのことばっかり責めて全然反省してない。自分のこと棚にあげて。いや棚にあげてないですけど、うん、あれなんか自分ってこの番組にこれしか自分のファン聞いてくれてないんだなとか思わないんですか、うん、どういうことですかちょっとまだ読解力が僕はないのかなんですけど全然意味が分かんなかったんですけど。じゃあさ、はい、とりあえずさ、はい、8月1週目でさ、はい、とりあえず打ち上げしよう、はい、終わりで、でその店と、はい、あのお会計とか全部あお会計番組側で持ってくれる。AD さん、AD さんとりあえず払って。いいかも。スタッフさんみんなで行って。行こう。ね、行ける人みんなで行って。ちょっと待って、立て替えるのおかしいじゃん。立て替えて、それで、クロちゃんが AD としてこういうだけかかりましたっつって、プロデューサーなりに持ってって、うん、落としてもらえんだったら落としてもらって。俺、その時点でクビになる可能性ある。そしたら払えばいいんだもんな。いや、そしたら払えばいいんだもんな。なんで急に俺、店にを切り始めんの？ねえ。でもね、なかなかご飯行けなかったですから。いや、けどそれはだけど同じ立ち位置の時行こうよ、立ち位置の時に。いや、だから別にいいよ、その場で普通に。そうですね。別にスタッフさんとも僕たちは対等に話すし、
それは AD さんとかは分けない。だから場所と、うん、だからそのお会計とか全部やっといてってこと、うんうんうん、あ、帰りとかはどうします？帰りタクシーとか。タクシーとか。あ、そうだ。タクシー。いや、タクシーとかない。いや、タクシー止めるのはできますけど。うん。まあまあ、チケットなくても、まあ、止めてくれたりね。うんうんうん。お見送りとか。助かります。やったことないって、そんな。先輩とかでもそんなしたくないから、あんまり先輩と絡まないのに。絡まないのに。うわーめっちゃ大変そうだ、ね、今まできっとクロちゃんいろんな番組でいろんな AD さんにお世話になってきて、うん、きっと人とのつながりで感動したこともあるだろうから、感動したその中での一番自分が神対応だって思った AD さんをやればいいんじゃないですか。あ、いいアイデア、さすがだ。 いいアイデアってだって基本だってそこら辺見てないもんだって。できないね。そこら辺つった。そんなことない。そこら辺見てないっつった。いや、そこら辺見てないっていうか、だってそれじゃなくて集中しないといけないじゃないですか、自分の仕事に。だから逆にこまごま動いてるの見てないもん。それが大事なんだけど。いや、違いますよ。違いますよ。なんかちょっと、いや、そっかじゃない。あ、確かにありましたね。なんか。いや、そっぽい。わかりに出てきた。今更感。ここのね、エリーさんだっていろいろさ、はい、プリントアウトして持ってきてくれとかさ、いろいろさ、こっちがやりやすいようにやってくれてるじゃん。この前もね、お化けどんどんやってくれたしね。あんなね、危ないところまで行って。うん、窓の外に出て、お化け演じてくれたりとか。いや、お化け演じてくれたので思い出すことは、キャーって逃げた時に、イクミンがこっち来ないでって言ったのしかない。まあ、とりあえず、来週、うん、なんか買ってきてください。あ、お願いします。やったー。お願いします。来週。何でもいいんで。あ、8月になってからですよね。8月1週目。1週目。じゃあ再来週。再来週じゃあ買ってきてください。楽しみ、はい。うん。お願いします。やっぱ、ちょっと忘れちゃうな。だからみんなが好きなもの、なんとなくわかるでしょ。これだけ一緒にやってたら。確かに。ね、ご飯も食べに行ったことないし、食べてる仕草も見たことないからわかん、じゃあ調べます。はい。いい調子ですね。あとは、あとはなんかありますよ。AD さんの仕事。AD さんの仕事、なんだろう。あれもあったんじゃないですか、番組終わった後に写真撮ったりとか、そうだ、コズさんのね、ツイッターに上がる動画撮ったりとか。はい、集合写真。あ、一眼レフで。一眼レフで今までデジカムみたいなんですか。いや、あれ、写りがいまいち悪くて。一眼レフはあんな近く撮らないでしょ、だって。綺麗に撮ってる。でも、考えれば、前向きに考えれば、ね、大天使御殿とか、まあ、AD さんのお仕事するんだったら、もしかしたらね、罰ゲームしなくてもいい、良くなるかもしれないですよ。ああ、選べるから?あ、しなくていいんだ。でももしなんかしなもうすることになっても、うん、AD さんが写真を撮るかなんか自撮りでできたりとかするんじゃないですか。あ、自撮りで罰ゲームするんですか。いや、ちょっと待って、なんかすっげー大変そう。どうしよう。いや、けどやらないとクビになるんですもんね。そうです、ね、そうそう、ちゃんとやってるところを見せないと、うん、コズピーが。だからそういうね、メールとかをまとめたりとかして。そうですね。そう、番組、事前にもっと早く入って。はい、もっと早く入って。はい。うん、僕たちが早く入って、メールのチェックして、これ誰が読んだ、この誰誰か来てんの、これじゃあ読んでください、みたいな。うん、今日一番最後でしたよね。いや、違うから。確かに。違うから、回間違ったの。なんでですか?何回目ですか?なんで?いや、本当に回間違って、で、けど、一番下降りたくないから、ボタン押して、行けるところ行ってたら、全然上まで行っちゃって。それトータル何分かかるんですか?トータルそれ何分かかるんですか?いや、結構。袋工事に入っちゃったから30分ぐらい。すごい。言い訳がましいわ。でもね、メールもね、そう、はい、いつもだってこんだけたくさん。うん、はい、だって、葵さんだけで、T シャツの応募総数1万7000くるぐらいだ。17万か。17万くるぐらいだから、普通に、10万以上は普段からお便り届いてるんじゃないですか。大変ですよね。ラブソングから。そんなからランダムでなんか弾くんじゃないんですか、あれって。何言ってんの。ちゃんと全部番組の流れを見て決めてるんですよ。そんな見てんのきちんと。だからまあいろいろ言ったから、うん、その中でクロちゃんがね、8月から何やるか、はい、ちょっとそれで多分コーズピー見てると思うんで、はい、どんだけ頑張ってるか。うん、まあ、8月からはきっと、もう、始まったところ、もう時からもう向こう側にコーツさんいるんじゃないですか。いや、待ってよ、もう最後の方だけ聞いてよ。最後に俺集中するから。ダメよ。再来週からやりますのでね。はい、よろしくお願いしますよ。頑張りますよ。クビになりたくない。はい。以上、
T シャツ企画結果発表のコーナーでした。はい、エンディングです。はい、次の、大天使御殿の、募集テーマをダンスさんお願いします。はい、はい、募集するテーマは驚いたこと、そして腹が立ったこと、この二つです、うん。宛先は orem@mbs1179.com、orem@mbs1179.com です。お待ちしております。はい、たくさん送ってきてください。ということで、お別れの時間です。お相手は大井翔太と安田大サーカスのクロちゃんと我が家つぼくらと須田あかりと久松郁美と渡辺舞がお送りしました。また来週。さよなら。